ちゃ、あちゃんです。今日プーちゃんのねヘッドランプ左側が切れちゃったんで交換したいと思います。はい、ナイトアイの LED ランプ、これに変えるんで、ではやっていきましょう。まずね、ボンネット開けます。ここね、中から開けて、ここで開けるんで、カメラうまく。ここにロービームがあるんだけど、手が入るかな。黒いカバーね、ここポンと外します。ヘッドランプがね、もうここに出てくるんで、これね、線を抜きます。これが硬い。打ち抜くか。雨が降りそうや。見えへんよね、ここ。抜けへんの？よし、球は抜けたけども、球が抜けてきました。でね、このザラメを抜くんやけど、あ、やっぱ硬いな。溶けてるな。前回も溶けてたよね。熱がね、すごいみたいで、硬いな。ほんともう座ってるからね。これも球入れやから割ってもいいんだけど、いつもながら硬くて嫌だわ。違うとこが抜けてきた。抜けないんだな。壊れた。ね。ただね、壊れるにはどうしてもね、こうなると。
壊すしかないね。こんな感じでね、もう加工しないといけない。これカプセルじゃない、コネクターがちょっと方式が違うんだよね、今度の新しいのと。だからここ外して、あー、まっすぐどうなってる。あら、こんなタイプか。ってことはつくかな。ね、でプラスはいいよ、ここでマイナスや。ちょっと線引きしてたな、こういう感じやから。あとで見てで巻いてるかな。ちょっとこれで点灯させてみます。電気プラスチック、プラス金属が金属で危ないからね、ショートしちゃうんで、これテストの時気をつけましょう。つくね。OK です。であとね、絶縁、ビニールでね、絶縁してあげないと、衝撃でプラスとマイナスがくっついたら、もう車燃えちゃうんでね、気をつけましょう。ではビニールテープで。ビニールテープも長らく使ってへんかったら。好きじゃないんだけどね。ラストプラスがひっつかへんようにビニールテープを巻いて。巻いておきましょう。水分とかね、そういうのもダメやからね。水気が入っちゃうと先みたいにはびちゃうん でこれを元に戻します。ただね、お尻が大きくなってる分入るかどうかやねんね。どっちや、入る角度があるんです。だからないな、
限り何にも見えません。長根の位置が分からへん。ちょっと電気を持ってこようか。ちゃんと収まってないかな。入るところがあるからね、角度が。角度を間違えると入らないと思うんだよね。すごいキワキワ、太さがねぴったり腕ぐらい、ぴったり腕ぐらいかな。すごいなこれは。狭いんですごくつけにくいです。結構手探りです。手探りですね。ケースが太いんよ、ヘッドが。普通のヘッドよりだから入ったけどピンが止まるから手が入らへんね。頭が大きすぎて。手探りはええねんけど手が入らへん。探りもできない。車やってるとね、手探り作業めっちゃあんねんけど、この手の入らへん手探りほど辛いものはない。あと中腰が痛い。
が太くなってる分ピンが深く入らないね。こちらは玉が邪魔になって押せへんのよ、ピンが。今日ね、杖倒さなくなる。はい、これ見てください。こっちがね、変えたとこ、うち変えるまでこんだけの差があるんでね、夜やとかなり違うと思います。反対も変えてみます。これまたね、これが邪魔で、圧抜いてこれを外します。これも手が入りやすい、この辺アクセスするのにいろんなもん外さなかったけど、こっちは簡単に外れるね。けどだから暑い。こっちはね、結構ね、まだ見える。まだ見えるから。こっちもコネクタがね、前回やった時にもう腐ってたよね。で、絶縁しておきましょう。
見たランプね。こうでゾーンにしたのか。よいしょ。で、これを外側。ケース側に差し込んで、差し込めへんやん。ラジペン。よいしょ。差し込んでいきます。あとは待ってて見えへん。で、ね、作業するのに見えへんからね。ボロボロになっていくからだ。組み立てがくしゃくしゃになっていく。ああ、手が早いね。球の球が前の奥よね。だからさっきの通しとかなんかね。分かった。向こうが入らへん理由が。よいしょ。こっちは入ったよ、すんなり。はい、でこれをね、この中へ入れて、この蓋がつくかや。こっちはすんなりついた。で、元へ戻しましょう。これで完璧。おお、めっちゃ明るい。めっちゃ明るいです。はい。ということで、今日のあっちゃんのプジョの作業をこの辺で終わりにしたいと思います。はい、ということで、この後、ちょっと、ね、左側もしまいして、ちゃんとして、くっつけたいと思います。はい、左側もちゃんとつきました。まあ、汗だくになって蚊に刺されまくって、疲れたけどもね、あっちゃんのヘッドライト交換作業、よかったよと思ってくれたら高評価を。で、またね、応援コメント、チャンネル登録してみてくれたら嬉しいです。ヘッドランプはね、まあまあ、自分でも変えられることはないねんけど、自信のない人は、自動車屋さんで書いてもらってください。ピンが硬いんでね、そこだけなんでコツは、はい、あとは抜けへん、錆びたりして抜けへんかったり、まあ結構いろんなトラブルが出るけどもね、やりだすと面白いんで、車の作業もできる限り自分で触るっていうのもありじゃないんでしょうかってことでした。ではまたね。よかったらチャンネル登録してみてください。